Good morning! Hi, みんな Welcome to my new video、新しい YouTube 動画、ブログへようこそ。今はね、朝の9時50分くらい、同じか。朝の10時くらいで、ちょっとビデオでも映ったかもしれないけど、まあ、朝起きて、ベッドメイキングして、ちょっとヨガマット敷いて、ストレッチして、朝ごはん作って、ちょっと髪の毛と顔を少しだけメイクして、着替えて、で、ちょっと今ポテトをスチームして、冷ましてて、出かける準備をし終えた感じのところです。今日は私の友達、前回のブログでも映ってたハナって女の子ね。彼女はオーストラリアのパース出身で、ずっともう世界中を旅してるんだけど、もう明日だよね。そう、明日ね、パースに帰っちゃうの。会えるの今日が最後で、だから今日はハナと一緒にロイヤルボタニックガーデン、なんだろう、メルボルンにいっぱいガーデンあるんだけど、そのガーデンの中の一つ、すごい有名な綺麗なガーデン初めて一緒に行って、そこでちょっとピクニック、ランチパックしてピクニックして、でもしかしたら夕飯も食べるかな、どこかで。そんな感じの今日のプランでございます。どんな一日になるかな。じゃあまた後でね。 See you later。 すっごい綺麗な家が、本当にこれ家なの？お城みたい、すごいよね。私もこんな家が欲しいわ。プチガーデンがあって、家を見てるとね、メルボルンのスイスを思い出します。なんかデザインとか色とかガーデンの感じとか。昔からの友達と会ってるから、ちょっと遅れてくるから、私は一人でピクニックします。だから私は自分で作ってきたサンドイッチを食べます。これが例の、前も YouTube でもインスタでも紹介した再利用可能なラップ、サランラップの代わりになって、こんな感じで見るの。イーチーっていうオンラインで買えるんですけど、私のインスタグラムのハイライトに載せたので、もし興味あったら見てください。こんな感じ。
Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams. The sky is so beautiful. Wow. Luna Park. Luna Park. ちょっと怖いね。次の日、このブロギングした日の次の日の朝で、昨日はもう夜帰ってきたのが10時近かったので、ちょっとアウトロを話すもうエネルギーがなくってあんまり後半撮らなかったんですけど、花と一緒に夕飯食べに行って、で、まあ、その後にアイスクリーム屋さんも行ってヴィーガンアイスクリーム食べて、でちょっとそこでもう1時間2時間くらい、すごいちょっとまたみんなに話したいんだけど、ものすごいちょっとプロジェクトが2人でインスピレーション浮かんじゃって、それでずっとその話をしてて、でやっとバイバイして、もうなんかもう本当になんか現実味がない別れだったんだけど、本当に会ったばっかりなのにこんなに心が通じ合える友達に出会ったのは初めてで、なんか本当に魂でのつながりをすごく感じてて、またすぐ会えるって信じてバイバイしたんだけど、ちょっとみんなに話したいこと、アウトロで話そうと思ってたことがあって、何かっていうと、昨日夕飯食べてたじゃない、Lent as Anything って前インスタストーリーでもあげたんだけど、あのレストランは実はレストランではなくて NPO の、 ボランティアの形式で成り立ってるレストランで、でメニューに値段が書かれてないのね。で、自分が食べた後に満足した分だけマジックボックスっていうボックスがあって、その募金箱みたいな、そこに自分が満足した分だけ払うっていうシステムだから、本当にお家がない人も、なんだろう、誰でも旅してる人でも誰でも食べに行けるっていう、で自分が満足した分だけ払うっていう、すごい本当に素敵なボランティアだけで成り立ってるレストランなんだけど、そこで食べてた時にすごいふらつきながら、ある男の人が入ってきたのね、レストランに。それで花の隣に座ったのも、ドンみたいな感じ、目も真っ赤で、でもなんか結構、まあなんていうのかな、もう
シャワーもしてないような姿で、で、なんか手もすごい怪我してたみたいで包帯巻かれてて、で、なんかトンカチみたいな、よくわからない、なんか太い針金を切るための器具みたいの持ってて、ちょっと、思って私もびっくりしたんだけどね、ハナはすごい普通に冷静に、はいって言って、ウォーカムって言ったのね、自分の隣に座ってきたから、ウェルカムって。そしたら、ずっと、エクスキューズミー、店員さん呼んでたので来なかったので、もうやっと店員さん来て、で食べ物結構大量に注文して、でそしたらなんか花が話しかけたのかな、確かなんか大丈夫みたいな感じで言って話しかけるんだって私は思ったんだけど、そしたらまあ結論から言うと、結局彼はなんか、私はちょっともう本当に頭がある意味ちょっと、なんて言うんだろう、もうおかしくなっちゃってる人なのかなと思ったの。もう目も真っ赤だし、ふらついてるし、なんかトンカチでずっとコン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 やってるし、でもそしたら実はそうじゃなくて、泥棒にあったらしいのね。多分3日前とかかな。家に入ってきて、で、もうお金も洋服も食べ物も全部盗まれたんだって。で、しかも盗まれただけじゃなくて、もうなんだっけ。だから指、その怪我してたのも、指とか全部ナイフで切られちゃった。はぁ、だからもう、本当に信じられなくて、でもその話を聞いて、だからもうなんて言うんだろう、すごいね、なんか彼のその花がどうしたのって言わなくて、そのストーリーを聞かなかったら、何この人変な人って、みんな周りの人もなんかすごい怖がって見てたし、店員さんもすごいなんだろう、警戒してたし、だけどもうだから自分自身を見失ってたんだよね彼は。当たり前だよね、だってそんな泥棒にあって、しかも手を切られてなんて経験したら、正気でいられるわけがないし、警察も何もしてくれなかったみたいで、食べ物もなくて、だから多分すごくお腹空いてたと思うのね。もうどうしていいか分からなくなっちゃって、自分のリュックサックに持ってた、いつも持ち歩いてるローバイト、バーをあげてデーツとかナッツ出てきてる。で、花も同じデーツとナッツを持ってたから、それをあげて、その、注文したご飯が来るまでにね。そしたらそれ取っといてもらうために私はあげたんだけど、その場で食べて一気に、あ、すごく美味しい、ありがとうって、何入ってるのって言って説明したら、すごく美味しいって言って、 Thank you so much って言って、ずっと花を話しかけてあげてて、もう信じられない、なんでそんなことする人がいるのって。で、彼はジャケットだけ残ってたって言って、本当にそのジャケット以外は全部盗まれたらしくて、で、ご飯が来たのね。そしたらさ、その花がデザート頼むか頼まないか悩んでたのね。そしたら彼がデザートを頼んで、で、プラス彼はメニュー2つ分頼んでたのよ。リゾットとハンバーガーが、そしたらそのハンバーガーをね、2つに切り始めて、花が悩んでたから、なんかまだお腹空いてるからハンバーガーも食べようかな。だからビデオで映ってたハンバーガーは、実は彼が注文したハンバーガーで、で、その半分に切って、私と花に食べてって。いいよ、食べてシェアしよう。いいからいいからって。なんでその、本当にご飯も食べれない、多分だからそこでも払えないわけよね、彼はきっと。払わないで帰るんだと思うの、もちろん。だけどその、明日のご飯が食べれるかもわからない状況に暮らしてる彼、人間が、私たちに自分のハンバーガーを分けて渡すって、本当に今話してるだけで涙が出てきそうになるくらい、っていう世界なんだろうと思って、なんか本当に感動してね。なんて私たちは、なんだろう、恵まれてるっていうか、ラッキー、幸運なんだろうって、その、すべてを失ったのにもかかわらず、ご飯を分けようとする、その、またデザートも頼んで、チアプリン、私たちも頼んだけど、頼んで、あ、食べて食べてって、私たちに食べて食べて、私たちは別に頼めるからいいのに、払えるから。なんて、ね、本当になんか、どうしてもこれをちょっと話したかったです。アンフェア、フェアじゃないことがいっぱいあるんだなっていうのを初めて、こう、初めてではないけど、久しぶりにこんな間近でこう見たというか、で、周りの人はいまだにその彼のこと見て、なんか、なんて言うんだろう、すごいこうやって横目で見てて、もちろん彼たち、その周りのお客さんは何もストーリーを知らないからね、なんかすごいその数十分で人生について学んだというか、はい、ちょっとこれだけどうしても昨日、あ、いろんな出来事があった中で、これはかなりすごくインパクトがあって、なんかシェアしなきゃって思う、シェアしなきゃっていうか、こう
残したかった自分の中で一生忘れない出来事なので、はい聞いてくれてありがとうございますということで、今日も Thank you so much for watching、 見てくれて本当にありがとうございます。でまた次回のビデオでお会いしましょう。 Thank you。 みんなの一日が、みんなの夜か朝かわからないけど、素敵なライフタイムでありますように。ありがとうね。バイ。 See you soon.